はいどうも、わしでです。ってことでね、最近マシン購入しまして、もう半年ぐらい経ってるんですけど、ようやくね、ちょっといじれる生活環境になってきたので、本格的にねやっていこうかなと思うんですが、まあ何曲かね、もう出来栄えの音源とかを使いながら何とか工夫して何曲か作ったことあるんですが、まだね使い方全然分かってないっていうところでもあるんで、まあ動画にしながらねやり方覚えちゃおうかなと思って今動画にしてるんですけども、まあ僕のやり方っていうのはね、まあスペカンさんみたいなね、フィンガードラムみたいなああいうすごいことはできないんですが、まあ僕の得意技としては、まあサンプリングをして、まあ組み立てて、そして歌を入れるっていうね、作業をね、得意としてるので、まあその前段階、歌を入れる前段階として、まあトラックを作ろうかなと思って今やってるんですね。今回はですね、スプライスといってね、なんていうかな、ネタの宝庫みたいなねサイトがあるんですけど、そこからね音源を持ってきて、まあマシンに入れて、それを、まあ、サンプリングレコーディングして、スライスして、まあ組み立てて、ドラムパターン、ベースなどと合わせて一曲作ろうというね、そういったねことをやっていこうかなと思います。で、そのできたものを今度エイブルトンライブに持ってって、ディレイ、リバーブ、コンプレッサーなどを使ってねミキシングしていこうかなっていうね、そういった動画にしていこうと思っております。それでは行ってみましょう。チャゲラー。はい、今ねスプライスの画面なんですけど、このね音源を使います。はい、まあスプライスってね、結構ほんとこれ、まあ月々のね利用金額は払うんですが、なかなかねこういったビートメーカーにとっては面白い、サイトでですね、いろんな音源があっていいなと思ってます。はい、で今日はこの BPM160 の Dm のね、キーの曲をね使っていこうかなというふうに思います。はい、スプライスに関しましてはね、概要欄の方に、URL 貼っておきますので、まあ気になった方はね見てくれればいいかなというふうに思います。はい、ではね画面の方見ていただいて、すでに先ほどのね音源マシーンマーク3の中に入ってます。でこの外部からのね、今回はスマホからなんですけども、どうやって入れたのかとかっていうのは今回は省略させていただきます。気になる方はね、マシンマーク3の、外部入力のやり方とかね YouTube で調べていただければ、他の方がやってる動画があるので、その辺を見ていただければいいかなというふうに思います。まあ僕の方もねいつかね、ちょっと時間があったら やってみようかな、そういったね How to ものもやってみようかなとは思うんですが、今回はご了承ください。でですね、入ってますね、もうね、入ってまして、ちょっと BPM を変えてるので、さっきのものとはちょっとね違った雰囲気で流れますが、今回の BPM は98でやってます。では一回鳴らしてみましょう。はい、このね音源をスライスしていきます。でこれ波形ねちょっと結構太くなってると思うんですけど、もともとは全然細かったんですね。このノーマライズっていう、ここね見えますか、これノーマライズっていうのをこの、まあ、エディットモードにしてノーマライズっていうのをやると波形がね太くなったりします。はい、参考までに。でスライスしていくんすけど、スライスね、するときはですね、これね今わかりますか、モードがね変わってるんです。ちょっとマシンの画面の方でお見せしますね。うわお。でねスライスのね、モードにして、ここでスライスにしてもらって、
で、ここのつまみでですね、スライスのパターンね、いろいろあるんですけど、これを選ぶことができますね。で、今回は、このスプリット、まあ、ディテクト、スプリット、グリッド、マニュアルっていうのがこのつまみでね、選べるんですけど、スプリットにして、スライス数を16にしてます。はい。ね、16パッドあるので、16にしてます。僕はね、はい。こういったやり方もあります。で、パッドの方を演奏すると、ちょっとね、僕パッド演奏とかすごい下手なんですけど、まあこういった具合に切れましたと。で、それをこのグループ B の方にもうすでに割り当ててあります。もう調整とか済んで。そうすると、まあ細かいね、ちょっと切れの部分とかを調整したものがグループ B に入ってて、で、今回は、まあ、グループ B にもうすでにね、割り当てられて、僕がもう調整してるんですけど、ここね、このね、部分を使って演奏していきます。他にもね、候補あったんだよね。この一瞬、こことかもかっこいいなと思ったんですが、ここ。で、ここをですね、マシンのね、キーボードのモードにしていただくと、音階。このようにね、ピアノのように、今の部分、切り抜いた部分を音階で弾くことができます。はい。これを演奏します。どういう風に演奏したかっていうと、っていう感じで演奏しました。今のにドラムをつけるともうほとんどね、完成に近い形になります。はい。ちょっとパッドの方をね、見ていきましょうか。まあ、さっき言ったように、こういったね、感じになるんですよ。このキーボードっていうね、モードがここにあるんで、これを押すと今みたいに なるっていう話なんですけど、で、そのキーボードに割り当てられたパッドを、といった具合にね、演奏をしました。そして、このようにね、いっぱいね、マシンって最初購入すると無料のね、まあ、購入すると、まあ、いくつかね、こういった音源がいっぱい入ってるんですけども、この中から選んだ、僕が選んだドラムパターンと合わせて、このようなね、曲になってます。はい。で、これをですね、いろいろともうちょっと、加えて、まあ、一つの曲にして、みたいな感じでですね、まあ、組み立てました。はい。で、だいたい3分ぐらいのトラックなんですけども、これを今度、まあ、オーディオ波形として、エイブルトンライブの方に持っていって、エイブルトンライブの方でミックスしていくっていう工程をやります。で、次回ですね、エイブルトンライブの方で、まあ、コンプレッサーやディレイからリバーブなどを、あと EQ ですね。EQ などを使って、ミックスしている場面をね、お届けしようかなというふうに思ってます。はい。というわけでね、今回はね、まあ、マシンマーク3初心者の僕がね、スプライスからサンプリングして、こんな感じでチョップしてドラムパターンと合わせましたっていうところまでお届けしました。というわけでね、
ご視聴のほどどうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ピース。